プロ10年目のベテラン武田勝は1回制球に苦しみ満塁のピンチを招きます。ロッテ6番大峰翔太に変化球を捉えられ2点を先制されます。しかしこれで崩れないのがベテランの強さ。打たせて取るピッチングで2回から5回までをわずか28球で抑え込みます。2対1と1点を追う6回、ファイターズは中田不在の中4番に座ったハーミッタがタイムリーを放ち同点に追いつきます。6回、武田勝は4イニングぶりに得点圏にランナーを背負うピンチ。ここをしぶとくダブルプレー。武田勝は6回2失点と先発ローテーション入りへ大きくアピールしました。テンポよくコントロールよくという意味で、自分らしさは出たんじゃないかなと思います。チームも本当に若手に変わってる中でね、ベテランの力がまだまだできるというところを見せていって全体のね、プラスになってくれればいいと思っています。